グラント・アンソニー・ウォードは、イングランド・ロンドン・ルイシャム・ロンドンと区別区、ルイシャム出身のサッカー選手。エフルリーグ1ブラックプール FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。性は、ワードという表記も見られる。トッテナム・ホットスパー FC のユースチーム出身。2014年に、MLS のシカゴ・ファイアーへ、2015年には、リーグ1のコベントリーシティ FC へそれぞれレンタル、移籍し、 経験を積むと2015から16シーズンはフットボールリーグチャンピオンシップのロザラムユナイテッド FC へとレンタル移籍した。ロザラムではリーグ46試合中40試合に出場しレギュラーとして活躍。チームのリーグ終盤の34節から44節までの11試合連続無敗の巻き返しにも貢献し残留を果たした。 このシーズンのロザラムの最優秀若手選手にも選ばれた。翌シーズンのトッテナムのトップチームデビューの期待もかかったが2016年8月1日にイップスウィッチタウン FC に完全移籍した。2016年8月6日に行われたフットボールリーグチャンピオンシップ2016から2017の開幕戦バーンズリー FC 戦で後半開始から出場し、 デビューすると、わずか39秒後に先制ゴールを挙げる。その後も61分に勝ち越しゴール、84分にダメ押しゴールを決めてチームは4から2で勝利。自身は開幕デビュー戦、ハットトリックを達成した。2018年12月26日、クイーンズパークレンジャーズ FC 戦で十字人体を損傷。シーズン終了後に契約満了となったが、回復するまでは、 イプスウィッチで治療を受けることになった。2019年12月28日、ブラックプール FC に1年半契約で加入した。ありがとうございます。